12月26日に世紀の一戦が行われる。ボクシングの WBC&WBO 世界スーパーバンタム級王者、井上尚弥、大橋、と、WBA&IBF 同級王者のマーロン・タパレス、フィリピンによる王座統一戦まで、いよいよ3週間を切った。2本のベルトを手にする2人のチャンピオンの激突となるこの試合は、世界中からの注目度が日増しに高まり続けている。 そんな中、初の4団体王座統一を目指すタパレスの勝利を期待する声が彼の母国メディアで伝えられている。フィリピンのニュースサイト、GMA ・インテグレーテッド・ニュース、ワタパレスをサポートするスタッフの一人、24歳のカール・ジェームズ・マーティン氏の強気なコメントを紹介している。現地12月7日に配信された記事を見てみると、自身もスーパーバンタム級のボクサーであったマーティン氏は、 ここまで厳しいトレーニングを3週間順調に消化しているタパレスを間近で見た上で、現地メディアに全て順調だとモンスター退治に自信を示す。そして、タパレスが勝つことを心から願っている。フィリピン人はみんな彼を応援していると話し、熱烈なエールを送っている。配信された見出しには、マーロン・タパレスの勝利の鍵はディフェンスとコンディショニング。 と見逃せないワードが綴られておりマーティンがタパレスの戦いを分析。同志は無敵の日本人王者に対して、井上打倒のチャンスは十分あり得ると主張している。マーティンは、タパレスがムロジョン・アクマダリエフ戦でも使ったショルダーロール、相手のパンチに対する肩によるブロックは大きなアドバンテージになるだろう。12月26日の試合でも使えるといいねとコメント。 や井上にとってはタフな試合になるだろうとタイトルマッチの見通しを立てておりディフェンスが試合のキーポイントと鋭く指摘しているさらに彼のコンディションが本当に鍵だなぜならそこからどれだけ持ちこたえられるのかスタミナと忍耐力がわかると述べ正規の一戦を迎える当日まで入念な準備が必要だと付け加えている フィリピン人初の4団体王座統一という快挙に向け、チーム一丸となっているタパレス陣営へ。日本が世界に誇る怪物ボクサーからの金星を目指すため、すでに具体的な戦術にも言及するなど、打倒、井上尚弥、2周年を燃やしている。トレーニングを支えてきた仲間の力強い言葉、そしてサポートへの熱意は偉業達成へのこの上ない後押しとなるだろう。